今回のお店はラーメンショップ玉造り店です。霞ヶ浦大橋を渡って、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お昼時なので並んでます。券売機で食券を購入して店員さんに渡すスタイルです。店内で順番待ち。順番が来て席に案内していただきます。柔らかすぎずしっかりとしたチャーシュー、味薄めで頼んでますが私にはぴったりな感じ。アサヒヤの中太ストレート麺、いつも最初の一口目が一番幸せです。二口目を食べてるとラーメン食べてる実感が出て、ラーメンの世界へと没頭していきます。大きなチャーシューは一口では食べられません。そしてまた麺をすする。誰かが洗ってくれて、海苔をスープに溶かします。ラージャン投入、続いてニンニク投入。マシャーどうも、お気をつけて。味変でさらに食欲が増します。
麺を全部食べてからスープを飲みます。はい、ちょっと待って。